皆さんの善なる意識にこんにちは、カズマです。霊能者画家、詩人として活動しております。本日は皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕は福岡で朝食を作った動画に副音声でお送りしております。本日は運命についてお話ししたいんですけれども、よろしいでしょうか。僕が感じる運命ですね。僕の YouTube では数々の運命について触れてきました。そして今現在 YouTube カズマイズム、カズマの視点からの運命、カズマはどんな風に運命を見ているんだっていうものを話していきたいと思います。僕は今日電車に乗ったんですけど、画材のね、ワークショップの画材を調達するために電車に乗ったんですけども、そんなに満員ではなかったんですけど、座席はほぼ埋まっておりました。で、まあ当然僕は目を開けて辺りを見渡すわけですよ。で、僕はどんな風に辺りを見ているかなと、まあ感じ考えていくわけですね。そうすると、あ、僕は常に目の前の景色に対して運命を感じているなっていう風に思ったんですよ。これどういうことかというと、例えば目の前に男性が座っていたとしたら、この目の前の男性が持つ魂はこんな風で、で、こういう追憶を持っていて、で、この部分が、自分と共通をしていて、知り合いだな、みたいな。っていうのを、例えば目の前に電車、座席が12席あったとするならば、その座席12名に対してそれを感じますね。で、その座席12名掛けが、その1個の車両に12個あったら、僕は全ての人にそれを感じますね。で、僕は東京に住んでいるんですけども、東京ですれ違う全ての人にそれを感じています。なので満員電車で僕が1000人の人と一緒の電車に乗ろうとも、全ての人と運命共同体であるっていう風に無意識化で考えておりました。自分のことなのにね。うん、これはね、僕がずっと小さい頃からずっとそうでしたね。出会う人、目の前の座る人、全ての人に対してそういう風に捉えていて、運命共同体、または何かでつながっているっていう意識が非常に強いですね。で、そのつながりっていうのは本当に広大で、何かに縛られることがない自由なる線で結ばれているわけですね。だから我々は現代社会、またはこの現代の次元を行き来して、さらに違う次元を行き来することができるのかなと思います。スピリチュアル界隈で多次元的存在、人間はっていうふうに言葉があると思うんですけど、その多次元っていう本当の意味っていうのは、ある一つの次元だけに収まりきらない広大な宇宙空間を持っているとも言えるんですよ。で、その宇宙空間っていうのは、たった一つの面ではなくて、本当に幾多にも重なっている面であると、僕も感じております。しかしそれを僕はパラレルワールドっていうふうには捉えないですね。うん、パラレルワールド、別次元っていうふうに区別してしまうと、それはちょっとこう違うなと思いますね、感覚的に。どういう感覚かというと、それは折り重なっているようで折り重なってない、重なっているようで重なってない、同じであるが同じではない、この矛盾したものが一つの場所に存在している感覚なんですよね。だからパラレルワールドっていうのは、一つの世界に対して別の世界が並行してあるっていうふうに、別軸で考えてしまう。でも全てが重なって、全てが等しく影響し合って関係し合っている、それが全て存在している。しかし全て存在していない。この間話したカズマのゼロリズム的考え方とも共通していると思いますね。で、これらの、意識の世界の中で、全ての人は何か共通していて運命的であるっていうふうに言うことができるかなと思います。偶然なんだけど偶然じゃない。奇跡なんだけど奇跡である。違うか。奇跡なんだけど奇跡じゃない。今のことを正すならば。うん。っていうふうになると思いますね。皆さんはこれについてどう考えるでしょうか。例えばこういうふうに 今みたいに全てを運命共同体というふうに捉えてみるのならば、あなたがもし恋愛をしたいという状況であると、
とても、楽に自分の愛する人を簡単に見つけられるんです。なぜならば、あなたが電車に乗って目の前に座った人は、どんな人であってもあなたの運命の人なんですよ。それが女性であれ男性であれ何ら変わらない。もしかしたら前世の妹かもしれない、前世の友達かもしれない、または前世の友達のお父さん、または前世の友達の妹かもしれないわけですね。そう考えていくと、全ての人々があなたとつながっていて、あなたと運命を共にしている、または共にしていた、または共にしていくだろうっていう世界が広大になって、さらに自由に奥深く広く、まさに宇宙みたいになっていくわけですね。そうなっていくと、あなたは点で世界を捉えるんじゃなくて、線で世界を捉えるんじゃなくて、空気、目に見えない、手で触れられない、または触れられるような、何とも言い難い世界観で世界を捉えることができるのかなと思います。そうすると、小さい物事にイライラしたり、軽い出来事で自分の感情を揺さぶるっていうことはしなくなるんですね。なぜかというと、この世界に対してもしかしたら違う一面で何かが起こってるかもしれない、はたまた左の一面で何かが起こってるかもしれないと予測を踏むことができるからなんですね。そう、あらかじめ自分の意識が他の世界を考慮していること、これを予測というわけですね。うん、 OK。 で、引き続き僕が最近感じることをお話ししたいんですけども、今の流れっていうのは人々をイライラさせる流れが同時に来ているのかなと思うんですよ。で、僕はずっと前から今いい流れ来てるよとは言ってるものの、いい流れ来てるんだけど、いい流れを受け取れない人に対してはそういうネガティブな流れが時に流れてしまったりするんですね。で、そんなイライラしてる流れに乗ってしまうと、ネガティブをピックアップして自分の心に携えて、それでこしらえて遠足に行く、ピクニックに行くっていう行動に出てしまうんです。でも、この流れ、もしかしたらあなたが渦中にいたら変えたいですよね。そういう時は、自分の中のネガティブを最初一掃するのではなくて、 0.1 から変えるようにしてみてください。さっきというか、最近うるさいですよね、 0.1 ってね。でも 0.1 にすることで、あなたは目の前の運命を変えられるんです。または目の前の運命に干渉することができるんですね。っていうふうに言うと、ものすごく広大に、またはものすごく、スピリチュアリティに感じるかもしれませんが、あなたはその力があるわけなんです。で、周りの人々を運命的な目線で見るっていう話をしたんですけど、それを考慮して、またはしすぎてしまう、またはこれに影響されてそれを意識し続けてしまう時のデメリットとしては、自分自身が自分の人生の主人公であるっていうことを忘れてしまうことなんです。はい、どうぞって、ホットケーキをね、綺麗にひっくり返す、この自分こそが自分の人生の主人公、この自分の人生の主人公に対して目の前に座っている人だったり、辺りにいる人だったり、頭上にいる人だったり、背景にいる人だったり、両親だったり、兄弟がいる、または見えない兄弟両親がいるわけですね。そう、自分自身が主人公で、運命的な出会いがある、運命的な縁があるっていうふうに捉えていくことが非常に大事なんですよ。自分を脇役として、自分を外野として、自分を村人 A として捉えて、運命の人いないかなとか、あの人運命の人なのかなっていう風にしてしまうと、どん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 自分の内側から意識が外側に向いてしまって、やがて自意識がなくなって、自分がなくなって、己がなくなって、恋愛するとき自分自身がない恋愛を始めてしまうわけですね。そうなってしまうと、誰が目の前の人を愛しているかも、誰が目の前の人に愛されているかもわからなくなってしまうんですね。
なので常に自意識を持つっていうのは非常に大事なんですよ。でも現代社会において自意識を持って生きる、自意識を持って活動する、自意識を持って仕事をするっていうのは結構普通なことなんですよね。痛みを伴うこと。でもその痛みっていうのはもしかしたら自分の素直な行動から離れていることかもしれませんね。こんなことを言ってしまうと、あ、自分の行動に素直じゃないから今の目の前の仕事をやめようって考えちゃうかもしれないですけど、そうではなくて、まず初めに大事なのは自分の人生に自意識を持つこと、次は自分がどう生きたいのかなっていうことを感じ考えてみる。ここで仕事を辞めてもいいし、仕事を辞めなくてもいい。まず初めに大事なのが自分で感じ考えるって選択を取ってから、自分の未来をゆっくりと設計してあげることが大事。でもここで休憩が足りてなかったら、どう生きたいかもどう休憩したらいいかも感じることもわかんない。だからまずは一旦休憩してあげてほしいなって思います。運命を感じるときは自分自身の心に自分を置いて、自分の人生が自分っていう主人公で運動されていて、動かされていて、目の前の人がいて、あたりの人々がいて、自然がある、そして全ての物事が自分の意識とつながっているんだって自意識を持つことが大事よ。この時に自然体であればあるほどいい。なぜかっていうと、自然体ではないってことは、つまり何か違和感があるってこと。違和感があるっていうことは、後ろ髪をこう引っ張られてるような状況なんですよ。後ろ髪を引っ張られながら生きるっていうのは少し大変なことだったりするんですね。だから自分を自然体にするように努めてください。自然体にするにはどうしたらいいか、自然に向かうことなんですね。自然を感じてみる、自然の中を散歩してみること、自然を大切にしてみること、その答えをあなたはもうすでに心の内側で知っているはず。あなたのうちに素直になること、それがあなたを幸せにする鍵なんですから。本日もご視聴いただき誠にありがとうございました。漢字考えることで世界は大きく変わる。フラットポジティブにね。この動画がいいな、またはこれ美味しそうだな、福岡いいなと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントぜひぜひよろしくお願いします。いただきます。では食べる映像をお見せで楽しんでってね。アディオスワールド。よし、うまっ。うん、うまっ。なんだこのおしゃれなの。うわ、おいしい。うまい。うん、コスタリカ。コスタリカ初めて買ったのね。今もう一人鳥がいるところ、うん、うまい。冷めてる。うん、冷めてるけど。こっちの。うん、大丈夫。いや、昨日全く覚えてないね。ファイン。起きたら朝待ってた。あれ、書くのも全然忘れてた。うん、うまい。美味しそう。なんておしゃれなんや。うん、あ、うまい。パンに乗っけてもいいかも。
寝室にパンフレットなんとかって言って書いてある。